最後にですね、これから水野さんがね、どんなことをやっていきたいのか、その水野さんのですね、ミッション、それをですね、ちょっとぜひ聞かせていただきたいと思います。はい。私はですね、まあ、女性が腕一本で経済的自立ができるを証明し続けるっていうところが、まあ、私のミッションになりますので、まあ、今回、まあ、自分で挑戦したことを、今、同じように、まあ、エステサロンで、もう本当に潰れる寸前っていうエステサロンも、まあ、全国たくさんありますので、まあ、そういった方たちの、道をね、示してあげれるように、もっともっと、これからも精度が高い、記録を取っていきたいなと思ってます。素晴らしいですね。これからも本当にオンラインエステ界のロックスターとして、たくさんのね、人を導いて、で、この業界のね、リーダーとして活躍していってほしいと思います。これからのね、ローンチにも期待しています。